消し坊主とは、消しの果実。アヘンは、ケシの未熟な果実から採取される。同じ消し族でも、鬼消し、ひな消しなどには、アヘン成分はほとんど含まれていない。江戸時代の少年少女の髪型。3から4歳の子供が言う。鈴代、おからしとも、江戸時代、長屋に住まう一般的な町人の子供たちは、寺子屋に通ったり、徒弟暴行に出されるまでの間は、 手入れの手間がかからないように一部の頭髪を残して、丸坊主ということが多かった。消し坊主の最も基本の方は脳天のみに、筆の穂先のように髪を残して、丸坊主だが、前髪のみ、短く残して結ばないもの、頭の両側に残すもの、前髪と後頭部を残すものなど親の趣味によって様々な形があった。 成長につれて伸ばす部分の面積を増やし、ある程度伸ばしたものは、拡大詞と呼ばれた。一部を残すのは、子供が川遊びをするなどして溺れた時に、氏神が残した髪を掴んで引き上げてくれるからと、言い習わされているが、短く、前髪を残すものを含めていろいろな形があるのは、親が、我が子を見分ける目的のためと思われる。女児でも幼児期は前髪、脳天、両瓶。 後頭部の5箇所の三髪を残して丸坊主にし眉も反る。伸ばし始めるとおたばこ盆や銀杏曲げになる。地方によってはカッパの頭部がこの髪型だと伝えられる伝承もあり、徳島県には消し坊主という山に出る赤子の妖怪の伝承がある。2006年現在、前髪を残す方のものは時代劇小連れ狼に登場する少年、はい。 大五郎役の子役がこうむるかつらにちなんで、大五郎カットと呼ばれて親しまれている。2002年のワールドカップでのサッカーブラジル代表、ロナウド選手の髪型がたまたま、大五郎によく似ていたため、日本では彼の髪型が話題になっていた。ありがとうございます。